どうした、このディオと戦いたいのか。アイスよ、お前のクリームを試してみたい。相手をしてくれないか。はっ、では参ります。何か用か。脳みそ床にぶちまけやれ、ディオさんよ。お前んところの虜にやられた俺をさせてもらうぜ。犬など相手になるか。出てきたらディオ。お前がそろそろ背後から忍び寄って襲ってくる頃と思っていたぞ。間髪入れず最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。来やがれディオ野郎。ディオフッ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 。君は普通の人間にはない特別な能力を持っているそうだね。一つそれを私に見せてくれると嬉しいのだが。なんだこの男の声。なんと心が安らぐんだ。だからこそ恐ろしい。お呼びでしょうか、ディオ様。お前の能力は素晴らしい。もっとよく見せてくれないか。ゲロを吐くぐらい怖がらなくてもいいじゃないか。安心しろ、安心しろよ、家教員。家教員はこんな時に意味のないことをする男ではない。なぜあんな方向へ。ジョセフ、次はお前だ。ずいぶん殺気立っているな。頼もしいぞ、ペットショップ。アイスよ、ザワールドの能力を試してみたい。相手をしてくれないか。ディオ様の意のままに。接近での暗殺こそエンペラーの独断じゃ。俺ならやれる、やれるぞ。本当に俺を撃とうとしているのか。お前がそもそもの元凶なんだってな、ディオ。この犬もスタンド使いか。ならば捨てておくわけにはいかんな。死ぬしかないな、ポルナレフ。今感じる感覚は、俺は城の中にいるということだ。勇気が湧いてくる。正しいことの城の中に俺はいる。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。来い、マライアよ。腕試しをしてやろう。お相手いただけるだなんて光栄ですわ、ディオ様。お前から逃げることは自分の人生から逃げることだ。私は二度と逃げん。くだらない決意は身を滅ぼすぞ。遠慮はいらん、全力で来い。仰せのままに、ディオ様。これから起こる事柄に僕は後悔はない。間抜けな、知るがいい。ザワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということ。ディオ、お前は血を吸って殺すと予告しよう。